いきなりか。天気予報では晴れだったのに、突然通り雨に財布を落として、その月のお小遣い全部なくしたり、いきなりリュックの肩紐がちぎれるし、迷子を見つけて交番まで送り届けたし、紐がちぎれてる。嘘。ユウ、いい？車には気をつけるのよ。ばかりしてるからなのよ。頭、あ、いや、なんでも。泉さんは誰よりも痛みを知っている。それでも決して自分を憐れむ。で、まさかテスト中に筆記用具が全部壊れるなんて。ひおう、足がつっちゃった。ダメでした。やっぱり。よろしくお願い。か任せたな。泉さん。